ムハンマド・フセイン・タンター・ウィ・スレイマーンは、エジプトの軍人、政治家、陸軍元帥。ホスニー・ムバーラク政権下で、国防大臣権国軍総司令官、軍最高評議会議長を務め、2011年2月11日に、ムバーラクが大統領を辞任して、全権を、軍最高評議会に移譲すると、軍最高評議会議長として、翌年6月30日まで国家元首の職権を、 代行した。ムハンマド・ムルシー政権が発足市民生に移行した後も国防大臣権国軍総司令官軍最高評議会議長職に留任したが2012年8月12日に解任された。現在大統領顧問を務める。人名の日本語表記について日本国外務省がタンターィと表記しており日本語メディアではタンタビィと表記されることが多い。 タンターウィーは1956年4月1日、一回の不評として軍人生活を歩み始めた。以来、軍歴は55年に及び、1956年の第二次中東戦争、1967年の第三次中東戦争、1973年の第四次中東戦争などにも従軍した。司令官として多くの経験を積み、その後、 パキスタンの駐在部官に就任。帰国後は大統領親衛隊司令官などを歴任した。1991年の湾岸戦争には他国籍軍の一員として参加する。同年5月20日、国防軍需生産大臣権国軍総司令官に就任。また、陸軍元帥に昇進した。以来、長年にわたって閣僚を務め上げ、 ホスニー・ムバーラク大統領の側近として知られた。2011年1月に入って、ムバーラク政権に対する反政府デモが拡大し、エジプトは騒乱状態となった。1月29日、ムバーラクはアフマド・ナジーフ首相を更迭して、アフマド・シャフィークを公認の首相に任命し、政権の支持回復を目論んだ。単旅は1月31日の シャフィー区内閣発足により国防、軍需生産大臣だけでなく副首相も兼任することになった。しかし、ムバーラクに対する退陣要求は内閣改造後もさらに加熱していった。騒乱に対応するため、軍交換からなるエジプト軍最高評議会が招集され、タンタウィが評議会の議長を務めることになった。2月10日、タンタウィーラ最高評議会のメンバーは、 ムバーラクを抜きにして、協議を開始し、国民を守るための協議を続けていると発表した。軍がムバーラク政権と距離を取り、民衆側に歩み寄りを見せることで事態の収拾を図ろうとしたのである。しかし同日、ムバーラクは即時辞任を否定したことから、翌日も国民のデモは収まらなかった。2月11日、最高評議会は民主化を確約する声明を再度。 表明した。同日、ムバーラクは政権維持を諦め、タンタミが議長を務める軍最高評議会に権限を移譲し、自らは退陣した。ムバーラクは大統領府を去り、副大統領のオマルスレーマーンが、ムバーラクの退任と最高評議会への権限の異常を発表した。これにより、タンターウィーは軍最高評議会議長として国家元首代行となった。 この間、アメリカ合衆国の国防長官であるロバート・ゲッツと電話会談と重ね、軍部がムバーラクを支持していないことを伝えたとされる。2012年エジプト大統領選挙当選者のムハンマド・ムルシーが6月30日に大統領に就任したことに伴い、国家元首代行を退任した。 ムルシー政権下で2012年8月に発足したヒシャームカンディール内閣でも引き続き国防大臣となったが2012年8月12日、ムルシー大統領により国防大臣を呼び軍最高評議会議長を解任され大統領顧問となった。解任に伴い、ムルシー大統領からエジプト最高の勲章であるナイル勲章を授与された。礼儀をもんじるとともに 人間的な魅力を合わせ持つ人物だと報じられている。不評から元帥まで登り詰めており、叩き上げの軍人とのイメージが浸透している。エジプト国内では、軍部からの信頼も得ており、批判の声は少ないと評されている。しかし、オバマ政権からは、ムバーラク体制の延命を図るのではないかと懸念する、指摘もなされた。ウィキリークスによって公開された2008年の、 外交公電によれば、エジプト駐在アメリカ合衆国大使館は、タンターウィートム・バーラクを、生涯、体制安定と、現状維持に注力することばかり考えている。何か異なったことしようというエネルギーも移行も、世界観も持ち合わせていないと評している。ヌビア系である。ありがとうございます。